皆さんこんにちは、クリエイティブピースです。今日はですね、まったり見たい癒し系映画をそれぞれ私たちから、1本ずつご紹介します。イエイ、イエイ。まったりに合わせて今回はですね、背景をこんな感じ、ちょっと牧場風にね、背景がデザイン。ブルゴーニュですよね。今日の衣装はですね、皆さんそれぞれ3人違った映画に合わせてちょっと意識してコーディネートしてみました。まあ、詳細はレビューの後にそれぞれ聞きたいと思います。では早速、紹介していただきたいと思います。まずは N からお願いします。まったり見たい癒し系映画ということで、私はジム・ジャームッシュ監督のパターソンを選びました。こちらはアダム・ドライバーが演じるニュージャージーのパターソン生まれ、パターソン育ち、そして名前もパターソンというですね、パターン化された毎日を生きる男性のほっこり日常のお話です。パターソンはバスドライバーであり詩人であります。その妻は専業主婦でありアーティスト、まあ、いろんなシンガーとかカップケーキ屋さんとかデザイナーとかいろんなものになりたい夢があるんですね。それとかたくさん双子っていうものが出てくるんですけど、一見同じようなものに見えて実は全然違う人たちだよっていうことを表したり、こう二面性っていうことをすごくテーマにしている作品でもあります。で、監督は進む道は自分で選べる、選択できるということっていうものを見せたかったって言ってましたね。一緒にいる妻とアダムドライバーの温度差がすごい違いすぎて、パターソンはすごくこう穏やかな人なんですけど、その妻はもう好奇心とポジティブの塊みたいな、天真爛漫な彼女で、こういう柄のパターンが大好きなんですね。なので毎日毎日いろんなものにこうパターンをペイントしたりとか、彼女も実際着ていたりとか、彼に作るお弁当にまでこう柄をつけてみたりとか、犬の首輪だったりランプシェード、シリアルを食べるボールっていうぐらいもうすごいことになってるんですけど、たまにそれに驚いたりちょっと引いたりしつつも、もうパターソンは彼女に首だけって感じなんですね。で、その彼女ですね、ゴルシフテ・ファラニさん、もうすごい美人でイラン人なんですけれども、前 S がバレンタインデーのレビューでしてくれたチキンとプラムにも出てる女優さんです。で、彼女はこうシンガーになりたいっていうのがもあって、パターソンにギター買って頼んで買ってもらうんですけど、そのこうギターをこう弾くんですね。で、イランでは女性が人前で歌を歌うっていうと、もう本当に凄まじい罰を法律的に与えられるぐらい禁止されていることなんですよ。でもそれを劇中で彼女にさせるっていうことで、こう表現の自由を訴えたり表現しているっていう監督にもすごく心打たれた部分でありました。アダムドライバーのこう癒される笑顔だったり雰囲気と、その妻のですね、ゴルシフテさんの美しさにこうもう癒される映画でもあるので、ぜひご覧ください。今回私は中でも言ったんですけど、二面性っていうことをテーマにしている映画なので、まあ、このパターンの部分とこのブラックの部分ですね、ちょっとこう重ね着な感じにして、こう2枚別々の T シャツなんですけど、ちょっと二面性を表していました。ブラックがすごい好きなゴルシフテさん妻なので、ちょっと黒を基調にしてみました。いや、まさかゴルシフテさん出てるとは。そうなの、もう本当に美しくて、もうね、目がハートになります。あの人本当にもう正直あそこまでの美しさになっちゃったら、もう何もしなくても大丈夫っていうぐらいのレベルの、ね、女優さんですよね。本当に間違いないです。でもイラン出身っていうのがなんかすごく少ないみたいで、やっぱり貴重だなって思いますね。そういう、こう女性が表現するっていうことが結構こうネガティブに取られる国だから、なんかもっとこう前に出ていって、なんだろうな、国をこうちょっとアートの力で変えていってほしいなっていう
気持ちがすごくあります、うん、歌だけじゃなくてかダンスも禁止だったような気がするから、うん、そういう意味ではなんかだけど映画の中ではねそうやってなんか果敢に挑戦していくってなんか、うん、そこもひっくるめてちょっと胸を打たれるアートだからこそできることだなってちょっと刺さりましたね。ジム・ジャームッシュがね、本当マニアっていう文字のね、うん、そう、あの仲良くなりたい結構こだわってて詩のところもねあの手書きの文字がこう流れるところあるんだけど、うん、そのやつもあのアダムドライバー直接本人が直筆して書いたやつを本当にして使った。じゃあ続いて、K 行ってみようか。はい、お願いします。はい、 K が紹介する映画は Please Stand By、 500ページの夢の束です。ダコダ・ファンニングが演じる施設で生活している自閉症のウェンディは SF テレビドラマのスタートレックが大好きすぎて普段からオリジナルの脚本を書くのが趣味の女の子です。ある日テレビでスタートレックの脚本コンテストが開催されていることを知り応募しようと新作の脚本を執筆します。ですが原稿を郵送で送っても締め切りに間に合わないと気がついたウェンディは愛犬とともに500ページの脚本をロサンゼルスまで直接届けるために旅に出るというロードムービーです。スタートレックの映画が大好きな K は見ないわけにはいきませんでした。でもスタートレックを知らなくても十分楽しめる映画です。おすすめポイントは2つ。1つ目は現代のそのまま待機という意味ですけれども、興奮しすぎるとパニックになってしまう自閉症のウェンディが自分を落ち着かせようといつも口癖にしている言葉です。スタートレックの作品の中で知らない世界を調査している時など危険な目にあった時いつでも助けられるように転送機でのワープを準備しています。それを操る人に必ず言うのが Please stand by、 そのまま待機です。必ず助けてくれるんです。ウェンディにとっては魔法の言葉なんですね。2つ目、スタートレックには様々な惑星人が登場します。地球の人種を超えた多様性なので理解し合い許容しないと戦いになってしまいます。ウェンディのような自閉症であっても個性と可能性を信じて周りが許容していく世界になってほしいというメタファーもあると感じました。長寿と繁栄を。 Live long and prosper っていうよね。プロスパー。 K 今回も惜しみなく技術をCPC に出しましたね。いや素晴らしかったです。またねいろいろ言いたかったんですけど最後のスポックに全部なんかすっ飛ばされたんですけど。いやすごいねいい、あの服装はね、まあ、見ての通りなんですけどね、はい、自作です。あすごい、え自作、はい、おお。いや内容はねスタートレックに持ってかれちゃったね。でも本当にすごい映画なんですよ。まあ知っての通りファニング姉妹ファンとしてね、はい、はい、本当に。でも500枚の束ってことは、うん、あのすごい量の何ですか、尺じゃないですか。 S そうですよね。もしかしたら半分かもね。あの日本のさ作文、本当のペラはだから、あの1ペラで今あの800、原稿用紙800字、あれが1分、400、あ、400か、1分間差かな、うん、だから、まあ、ちょっとどの仕様で書いてるかわかんないけど、うん、どこの州にいる人、ちなみに。サンフランシスコ。サンフランシスコから、あ、まあ、そしたら、そっか、郵送よりも行く方が、でもどうなんだろうね。あ、どうなんだろう。そこはね、いろんな、その、旅の間に事件が起きたりするんで見てほしいな。そのスタートレック見てる人は結構笑えるシーンがたくさん。楽しみ。オマージュみたいな感じ、うん、まあ、でもすごい愛があって、さっきのメタファーの話もそうだけど、やっぱりこう、うん、自分をねスポックになぞらえてるんだよね主人公、うん、でこう感情を出せないっていうところを、まあ、自分に置き換えてるっていうところもまたいい話だな。ありがとうございます。では最後、私のおすすめする映画を見ていただきます。
私がおすすめするまったり見たい癒し系映画は最強の2人です。2011年のフランス映画で、ちょうどですね去年2019年12月にハリウッドがリメイク版あのジ・アップサイドというものを、作りました。この話は、実話を元にしたお話で、大富豪のその男の人が、まあ、脊髄損傷になってしまってこの喉から首から下ですねが、動かなくなってしまった、その富豪の男の人と、その男の人の介護人を務める、スラム出身の、 あの移民の男性のその若者の交流を描いたお話になってます。でこの作品はねすっごく素敵で、まあ、テーマはね私はユーモアだと思うんですよ。で、本当にさまざまな、環境の人たちがいて決してみんなその条件だけを見るとハッピーではないんですよね。そういった体が動かなくなってしまったりとか、まあ、いつもこう貧しくて貧困だったりとか、まあ、差別があったりとかだけどそのユーモアでねこれがあることによって人生が本当に彩られるっていうことをこの映画はこう教えてくれるんですよ。なので見終わった後にちょっと優しくなれるっていうねそういう作品になってます。で特にですねその主人公 の、 その脊髄損傷になってしまうフィリップっていう男の人が、まあ、実話の話なので実際にもねそのフィリップさんがメイキングで言ってるんですけれどもその懐かしむっていう声は、まあ、期待っていう言葉と一緒でその 無判別に頼りすぎると痛い目に遭うっていうね現実に向き合えなくなる。だから私が愛するのは目覚めのコーヒーだっていうふうにおっしゃっていてもうそれがねすごくグッとくるんですよね。で劇中でもそのフィリップが今の私にとってもう過去は関係ないんだって言うセリフがあるんですけれどもそういうね過去を何でも持ってた人が、まあ、ある時を境に全てを失ってでその人が言うセリフってすごくね重いなって思うしなんかすごくこう押し付けがましくないこう勇気をね与えてくれるなって思います。で最後にですねこの作品で私が推したいのはですねこのプロダクションを作った制作会社はクワッドっていうフランスの制作会社なんです。でクワッドは今までもね CM だとかミュージックビデオとかでもすごく良質な作品を生み出してます。で私はそのクワッドプロダクションっていうのが一番最初にクレジットで出てくるんですけどもうそれを見た瞬間にあこれは間違いないぞと、思いました。なので皆さんもですねこのクワッドっていう風に出てきたらまあ一段ね期待してみていい作品かなと思います。ぜひ、この期間中にね最強の2人見てみてください。はい、ちょっとクワッドのように CP 出てきたらあこれ面白いだろうなって思ってほしい。ちなみに衣装はねこれ一応フィリップさんをイメージしてフィリップさんといえば、まあ、スカーフかなって思って、うん、あと本当にキャスケットがあれば被りたかったんですけど、うん、なのでちょっと ここだけを頑張ってイメージしてみました。結構思い切った内容っていうか普通だったら健常者と障害者っていうところですごい差を感じちゃってるところがあると思うんだけどそれってやっぱ健常者から側から見てそう思っちゃってる部分が大きいって思うんですね。だからそこのところはやっぱ映画で描いたみたいに、まあ、平等っていうかみんなそのあまりにも気使いすぎちゃうっていうところをやっぱりもっと変えていった方がいいんじゃないかっていう意味もあるのかなって思ったね。はい、じゃあ皆さんぜひね私たちが紹介した映画を、よかったら見てください。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録グッドボタンベルマークボタン気軽にコメントもお願いします。そしてインスタグラムもご覧ください。それでは皆さんオーバー。オーバー。オーバー。クリエイティブピースでした。